はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回はサガン鳥栖前半戦通信部ということで、当然の躍動と躍進って書いてありますけどもね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、今回チームの通信簿的なお話ですね、振り返りの方やっていくんですけどもね、この間選手評価ということで、選手の個別的な評価の動画も上げているんで、よかったら、よろしくお願いいたしますということで、も今回早速やっていきましょう。本当サガン鳥栖ね、苦しいシーズンになるかと思われていたんですけども、いや、その周りの雑音をしっかり跳ね返してくれたんだよと、これサガン鳥栖のサポーターもワクワクドキドキなシーズンになっているんじゃないかと思っているわけでございますけどもね。はい、というこちらメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方では今度夏のサガン鳥栖の移籍の考察動画上げているので、よかったら動画概要欄からですね、サブチャンネルの方もよろしくお願いいたしますということで、まずこちらここまでのサガン鳥栖の成績でございますけれどもね、5勝9分け2敗、勝ち点が24で8位という成績でございます。でもこの9分けというのがちょっと目立ってはいるんですけども、逆に今2回しか、負けていないという話でございます。2回とも京都サンガーと、ヴィッセル神戸の試合ですね、失点数が、ね、この負けた試合多かったゲームになっていくんですけれども、それ以外のゲームに関しては、基本的には堅守で安定したゲーム運びができているんで、この戦い方1年間継続することができればですね、この9分けの部分、この分けの部分がですね、今度勝ちの方に転がってくる可能性あると思います。あとね、やっぱ気になるのが昨年夏は苦しんだんですよね、サガンと昨年も前半戦はいい成績で折り返したんですけど、後半戦ちょっと夏場以降失速した時期があったんで、そこをどうやって乗り越えていくかというのもチーム全体としての今年課題かと思って、そこの夏の戦い方はですね、そこも注目して見ていこうと思ってますけどもね。はい、そしてサガン鳥栖のこれまでの成績ですね、本当開幕しばらく、負けがございませんでした。8節の京都戦まで負けがなかった、サガン鳥栖でございますね。広島戦、思えば雪のピッチでしたね、思い出しましたけれどもね、雪のピッチのゲームでございました。ここから負けなしが、続いていって、でこの札幌戦ですね、4月6日札幌戦、これ僕が見に行った試合なんですね。これ、スタジアムまで見に行ったゲームでも5得点取って快勝というゲームでございました。これが今のところベストゲームですか。一応僕が本当、サガン鳥栖のゲーム実は何回か今年見には行っているんですけど、サガン鳥栖の今年の、これまでのベストゲーム札幌戦 5-0 これ間違いないと思うんで、そういう試合を、見えたことというのは個人的にやっぱり、嬉しいって話でございますけどもね。はい、ちゅうことがありまして、これ鳥栖もやっぱ安定して、戦えていますね。2敗しかそもそもしていないんですけど、本当連敗がそもそもないチームであったりとかね、やっぱこの引き分けの数が多いのは得点力の部分が結構大きいと思います。鹿島戦はね、4得点取ってはいるんですけれども、鹿島戦に関してもある意味ハイライトですね。ベストゲーム、どうなんですかね、札幌戦がベストゲームなのか、鹿島戦がベストゲームなのか、難しいところであると思いますけれども、本当この鹿島戦も、激闘のゲームでございました。これね、僕は鹿島戦に関して僕も正直、3-0 になった時点で、これ勝ったなって、思ってしまってですね、そこはちょっと油断じゃないですけどね、3-0 で、なった時点でこれはもう決まったなと思ったんですけど、やっぱりこうサッカーの怖さっていうのを改めて、感じたゲームでございました。で、その後ガンバ大阪戦でですね、その後大事なガンバ大阪戦は一旦同点に追いつかれるんですけども、最後ね、ファンソッコ選手が得点決めて沈めたゲームでございました。これいい形で、前半戦、あと1試合残ってますけどもね、完全な折り返しまで1試合残ってはいるんですけど、できたんじゃないかと思うんで、後半戦、期待していこうと思ってますね。はい、そしてサガン鳥栖のここまでのデータ的な話ですね、こんな感じですね。実はシュート成功率1位なんですね。やっぱこれチャンス構築率が14位で、これがもっとだから数字が上がってくればいいんですけれどもね、チャンス構築率が上がって、そしてシュート成功率が1位なんで、チャンスを増やすことによって、得点というのはおのずと増えてくるという話でございます。だから本当1試合平均のシュート数が 10.6 本で少ないんで、もっとこうね、決定機を迎えた上でシュートを放ってばですね、このシュート成功率1位というのはこれ間違いなくいいってくるんで、ここら辺をどう取るかですね。だから課題は明白ですよね。少ないチャンスを決めきることができるチームであるんですけど、本当にチャンスが少なすぎるっていう話でございます。最後のとこ、ゴールまでのクオリティ、そこを上げていくのはやっぱこれ夏場、どういう風に戦っていくか、本当このサガン鳥栖というチームは戦いの中で、進化していく、サイヤ人みたいな、存在と思っているんで、本当苦境、何回も何回もこれ苦境苦難を乗り越えてきたチームでございます。さあ、ここね、後半戦どういう風に攻撃のスタッツが上がっていくか見ていこうと思ってますね。で、
守備のところのデータでいうと非チャンス構築率が7位であったり、本当バランスはいいですね。まあ、失点が少ないチームではあるんですけど、非常にバランスが良いデータとなっております。まあ、非シュート成功率8位とこの辺も本当安定しているんで、まあ、失点数の少なさはですね、そこにもつながっているんじゃないかと思うんで、本当これ、ね、データにないとこうで対人プレーの強さとかで、なかなかデータに現れづらいところの、まあ、強さもあるんで、この辺をだから、まあ、本当ね、攻撃のところは分かりやすい数字ではあるんですけど、守備のところの指標に関しては僕はあんまりこう、課題というか、ね、守備のところはそんな大きな問題はないのかなというのはありますし、この数字に現れない部分でのこれ、貢献度が高い選手とか結構いるんで、そこをやっぱり評価していかないといけないと思います。まあ、守備のところはだから僕はあんまりこう問題視はしておりませんけどもね。はい。で、まあ、あと得点と失点パターンですけどもね、サガン鳥栖で一番多いのはセットプレーと、まあ、クロスですね。セットプレーから、チーム総得点中7点がセットプレーから生まれていて、クロスから6本ね生まれているんで、まあ、良いクロスとか、そのセットプレー戦術というのは結構高いものがあるっちゅう話でございますね。で、失点パターンで多いのも実はクロスからまあ失点が多いっちゅう話でございます。まあ、この辺はまあ鳥栖が結構カウンター食らって、でこう守備の陣形整ってる前にですね、これやっぱ、全体として高い位置をねサガン鳥栖取るんで、守備の陣形整う前にクロスを上げられてしまうとちょっと中がバタついてしまって、まあ、失点するというパターンもあるんで、そこはやっぱり難しいところ、まあ、トランジションの問題でもあるんですけども、まあ、しかし難しいですよね。まあ、あんだけやっぱセンターバックの選手が高い位置取って押し込んでいくんで、やっぱりこう守備の陣形が整う前に、まあ、クロスを上げられてしまって失点するパターンと、あとは簡単にクロスを上げさせない守備というのも結構、大事になってくるんじゃないですかね。もちろんこれね、同じ形ばっかりやられてるわけじゃないんで、しっかり陣形が整っているんだけども、なんかこう変な崩され方してしまうのあるんで、そもそもこう簡単にクロスを入れさせないとか、そこもちょっと、今後の課題かと思いますね。はい。そして、スタッツはですね、まあ、90分間換算のスタッツでいうと、まあ、良いデータですね。良いデータから見ていくと、やっぱり目立つのは、まあ、これインターセプトの4位と、あと 30m 進入回数のまあ4位ですかね。この辺の、データが非常に良いですね。やっぱりこうインターセプト中盤、小泉選手と福田選手の活躍というのは、これインターセプトの分結構大きいんじゃないかと思いますね。で、30m ライン進入回数に関しては、やっぱりこれ E の選手とか、岩崎選手、このスピードのある2人がですね、これウィングハーフの選手、ウィングバックの選手がどんどん相手を押し込むことができているというのはこの数字から分かると思うんで、本当最後の得点のところですね、どういうふうに得点を取っていくのか、最後の空振ところですね、そこはまあシーズン最後まで課題になると思うんで、そこはやっぱ来季に向けて宿題を残さないように形を作っていってほしいと思ってますけどもね。はい。そして前半戦 MVP ですね。まあ、前半戦 MVP というか田代選手の名前挙げているんですけどね、まあ詳細はですね、まあ、サガン鳥栖の選手評価動画中の挙げているんで、そこをよろしくお願いいたしますという話でございます。まあ、ちょっとやっぱ触れておくとですけどもね、まあ、現在チーム得点王なんですね。柿田選手と並んで3得点挙げてチーム得点王、やっぱりこれ印象的なまあプレーが多い、まあ、これ気合の入ったプレーとかコーチングも含めてですけどもね、というのがあるんで、まあ、MVP に選んでいるという話を、こっちの動画でやっているんで、よかったら、動画概要欄にですね、載せているんでよろしくお願いいたします。ということでございますね。で後半戦北の選手でいうと、やっぱ宮城選手ですかね。本当ようやく絡んできましたね。ちょっと一時期ですね、ちょっとどこに行ってんだ、行方不明選手に、名前が挙がっていて、この宮城選手であるんですけどもね、まあ、今ちょうどアジアカップですね、 U23 のアジアカップで鈴木優斗選手が大活躍しているんですけどもね、本当ね、鈴木優斗の活躍、これ僕は宮城大使に期待しているんで、まあ、十分僕はこの宮城、まあ、本当ストライカーとしての才能はピカイチと思っている。まあ、僕は本当彼、宮城が16歳とか17歳の時に、なんかこれアジアの大会、まあ、BS で放送していたアジアの大会の試合見て、そこでまあ16か17歳の、この宮代少年の活躍に僕は胸打たれたっていうのを未だに覚えているんでね、本当この宮代に関しては将来日本サッカーを背負うそんな存在になると思っているんで、僕はまだ突然の活躍今後も期待していこうと思っていますね。本当試合に絡む機会がだいぶ増えてきたのは結構良いことと思うんで、後半戦は僕はキーマンじゃないかと、思っておりますね。で、まあ、柿田と、ね、宮代のこれコンビ、まあ、2トップじゃなくてもいいんですけどもね、まあ、宮代がシャドウで、柿田がフォワードでもセンターフォワードでもいいんですけど、まあ、徳島の時もそうだったんですけどもね、徳島時代のようにこの柿田と宮代が同時出場することによって、まあ、攻撃のアクセントをつけることができると思うんで、ちょっとこの、宮代の後半戦の使い方というのも注目してみていこうと思ってますけどもね。はい。ということで以上になりますね。以上パルプンテージェルサッカーチャンネルのつつんでよかったチャンネル登録よろしくお願いします。さら